トゥバ人民共和国は、トゥルク系民族のトゥバ人を主体として、シベリアのアルタイ山んが宮付近に存在した国家。後に、ソ連領のトゥバ自治州、自治ソビエト社会主義共和国を経て、現在は、ロシア連邦のトゥバ共和国となっている。なお、トゥバ人の固有の民族名はトゥバあるいはトゥアであるが、ロシア語の転写に基づいて従来、トゥバ、チューバなどと表記されていた。 本校では、ソ連の影響下に成立していた、国家体制としてはトゥバ、地域、民族名称としてはトゥバと表記する。中華民国の領土主張図内の位置この地域は、現代のタンヌウリアン海に相当する地域で、元滅亡後は、オイラトのジュンダル本体時刻とほとごいとのアルティン、ハーンに支配される、複雑な歴史を送ってきた。代になると、オイラトと、東、 モンゴルを支配するハルハに対してキヨシがタンヌリアン海をめぐって争った。1755年に、権流帝がジュンガル本体時刻を滅亡させて、キヨシがタンヌリアン海を併合した。しかし、干渉国となっていたジュンガルが亡くなったことで、ロシアの進出が始まった。1727年のキャフタ条約をきっかけに、新朝が国境警備兵を、 サヤン山脈からタンヌオーラ山脈に移していた。1839年になると、ロシア帝国がこの地域に入植を開始し、サヤン山脈に2つの金鉱山を開いた。それでも1911年まで、名目上は、真の領土であったが、分離独立運動を経て、ロシア帝国の保護国になった。その際、タンヌウリャン海の領土は、 東部のフブスグル湖周辺を活用することとなった。1917年のロシア革命に続いて1920年に共産軍はトゥバに侵攻した。この地域の混乱はトゥバの独立宣言を伴った。1921年8月14日、ボリシェビキはトゥバ人民共和国を設立。タンヌトゥバとして1926年まで存在した。首都は 現在のクズル。1926年のソ連とモンゴル人民共和国が条約によって独立を認識した。これ以外の国はこの国の存在を認めていない。トゥバ人民共和国の最初の指導者はトゥバ人民革命党書期長のドンデククーラルであった。クーラルはチベット仏教を国教としてソ連の移住者とプロパガンダを制限し、 モンゴルとの結びつきを深めようとした。これを危惧した、ソビエトロシアはこの国に対し圧力をかけ、1929年、ドンドゥク・クーラルは逮捕された。1930年、ソ連は、クーラルが指名した5名の東方勤労者、共産大学のメンバーを、トゥバの臨時人民議員に指名した。スターリンに、忠実な政府は、 トゥバ人民革命党の3分の1を粛清して伝統的遊牧生活の改革と共産化を進めた。この時スターリンバリに仏教とその他の信仰を排除しにかかった。これはこの時期のラマの統計からわかる。1929年に25の大ラマと4000の近くのラマや神官が確認されているが、1931年には、 大ラマ一つと15のラマしか残っておらず、新刊も725人に減っている。また、遊牧を根絶しようとしたが、これは一層、難しかったようである。1931年に82.2%のトゥバビトが遊牧を営んでいる。第二次世界大戦へは連合国として、 独ソ戦開始の3日後の1941年6月25日に参戦している。1944年10月11日に、トゥバ小人民会議政府がソ連への合法を取り付け、ソ連の自治共和国としてソ連に併合されることになった。この行為の途中に国民投票は全くなかったが、小人民会議は1944年11月1日に、 最後の会議を行い併合を正式決定した。ソ連に併合後、トゥバ自治州を呼び、トゥバ自治ソビエト社会主義共和国として存続した。サルチャクトカは、トゥバ共産党、第一初期の称号を得た。サルチャクトカ初期長は1973年までトゥバ、人民革命党党首を務めたが、これはトゥバの指導者としては、同国史上最長不当記録となった。 ソ連の解体後も、新生ロシア連邦の構成体として、連邦内に残存し、トゥバ共和国となった。独立国家としての回復運動もあるものの、ほとんどなきに等しいものである。この理由は、ロシア経済への依存や、住民のロシア化などが挙げられる。1926年から切手が発行されており、一部の有志家の間で人気が高い。ありがとうございます。